はいさい、山田バスラヤイビン。今日は10月の7日の月曜日の朝ですね。私のですね、今現在の、状況というか、心の動きをですね、皆さんにお伝えしますと、この動画をもう今日ね、毎日動画投稿してるんですけども、おそらく、もう、普段はですね、朝早い時は6時ぐらいには投稿したり、8時、9時、10時なんですけど、今日はですね、遅めの動画のね、投稿になると思います。今日ね、今日ね、必ず1日1回は動画を投稿しないといけないので、そこでね、まず思ったのはですね、神社に行ったので、合わせビジュルからですね、動画を撮って、で、動画を投稿しながらジョギングをするね、動画そうですね合わせビジュールに行って動画を撮って、そしてその動画を撮ったものをYouTube で、アップデートアップすると、その間に早い時は10分もしないうちに投稿が完了しましたとなるんですけれども、遅い時はですね場所によってはですね、特に合わせビジュールあたりはですね30分40分ぐらいかかるんですよ。それでもジョギングを終えた後ぐらいにはですね、動画をですね、撮り終えて完了してるかなというふうな、イメージだったんですが、なんかね、なんとなく僕の予感として、なんかそういうバタバタとしてですね、動画を投稿するより、景色の綺麗な場所で、そして僕自身も頭をしっかり整理してですね、お話しした方が、皆さんも、ね、落ち着いてご視聴くださるかなと思ってですね、私はジョギングも終えた後ですね、今この合わせのね、海からですね、お届けしているということなんですよね。なんか、この YouTube 動画もですね、投稿して毎日更新するようになって3年以上になりますけれども、もう本当に初めはですね、一言二言喋っただけでもですね、これうまく撮れないな、失敗だなと思って撮り直し、また撮り直すと、あれこれも1分ぐらい喋ったんだけどなんかしどろもどろで話にまとまりがないなと思って撮り直し、でもこうやって3年以上お話できるようになるとですね、お話を続けてるとですね、なんとなくですけれどもですね、こうやってもう今3分近くね、一人でね、撮り直しもなしで喋ってるんですよね。そういうの、成長というのかどうかわかりませんけれども、でも何か毎日コツコツと続けることでね、できるようになることがあるというのを実感できているというのは非常に、この3年ね、YouTube を続けてきて良かったことだなというふうに、今、ハエがいましたよ。ということでございます。今日なんか喋りたいことあったんですけどね。今、なんだったかなと思って、喋りたいことあったんだけどな、今日ね。そう。今とすごく関連してることなんですけれども、皆さんもね、同じようにね、3年前の自分をですね、少し振り返ってみてください。今、ほんの少しでいいので、3年前、ね、3年前の私どうだったかなと思って振り返ってみてください。するとですね、僕のようにね、YouTube 毎日投稿することで、こうやって伝えるということをほんの少しできるようになったという、同じようにですね、皆さんもね、3年前と比べてできるようになったことがね、きっとあるはずなんですよ。それはですね、自分では気づいてないけれども、ものすごい進歩だということがあると思うんですよね。僕だったら、例えば、シュガーホールのことですね。シュガーホールもそうですよね。3年前まではまだやりたいな、お金集めないといけないな、集まるかなというふうなですね、状態だったのが、実際に来年の4月もうホールを抑えて、そしてお金も今20万以上ね、皆さんの応援が集まりました。これって3年前には予測、
思いもつかなかったことですよね。できたらいいなというふうに思ってたけれども、実際にできるというふうにね、なっているというのはやっぱりすごい進歩だと思うんですよね。まあおそらく3年前にね、出会ってなかった人がこの3年間のうちに出会ってですね、人生が変わっているということもあると思いますですね。そういう意味ではですね、人間っていうのはですね、やっぱり知らない、皆さん気づいてないかもしれませんけれども、生きているとですね、そうやってコツコツ続けていくだけでですね、やっぱり進歩してる、進化してるということだと思うんですよね。なのでまあ、僕の YouTube を見てですね、皆さんがどのように、まあ、暮らしていらっしゃるかっていうのは僕はわかりません。でも、おそらく僕と長く付き合っている方っていうのは、何か、でっかいことを、なんか派手なことをやり遂げたいとか、でっかいことをなんかこう、やり遂げたいというよりも、なんか地味にですね、美しい風景を見て喜びを覚えたり、僕の話を聞きながら、まあ、うなずいたり、時には、うん、この考えは私はちょっと違うと思うなっていうふうに感じる。ね。そういう人がですね、毎日山田バサラさんが、山田バサラが生きている。ね。そして沖縄というね、おそらくこの動画を見てる方は沖縄が好きという方が多いでしょうから、沖縄やっぱりいいなというふうに感じてくれて、本当にね、まあ、言葉にすると、ピュアな方が多いと思うんですよね。音楽も好きで、そしてこう、なんか、こうおっさんの語りも好きで、僕の喋りも好きで、自然が好きで、そういう方がね、まあこうやって毎日見てくださってですね、何か僕が喋ることでほんの少しでもね、何か心がこう動くことがあればですね、非常に嬉しいなというふうに思っております。毎日僕もね、なんかこう動画撮るときはですね、まあ、些細なことなんですけれども、やっぱり、その時その場所で一番こう、そのタイミングで、一番なんかこう、ベストな場所とかね、まあ、その時ですよ、その瞬間が一番僕にとって、皆さんにお伝えしたら有益だなと思うことをおしゃべりしております。ということで、まあ僕も3年続けたら、こうやって、まあもう今7分半ね、一人語りも、まあ、滞りなくとは言えませんけれどもね。まあ、なんとなく、これなんとなくってのがいいんですよね。なんとなくできてるってすごい素敵なことじゃないですか。なんか、言葉で聞くとなんとなくって悪そうですけれども、いいですよね。なんとなくできました。ね。なんとなく喋れました。なんとなく成功しました。これ結構いいことだと思うんですよね。なんか人も傷つけないじゃないですか。なんとなくできちゃった、みたいなですね。そういうような、ことがですね。まあ、できると、なんか、幸せかなというふうに思って今実感しておりますので、皆さんにお裾分けでございます。はい、ということで今日も一日サラバンジ。